おはようございます。2月17日7時30分の相場解説になります。これ週足なんですけども、まあ基本に帰ってですね、これからいきましょうか。こことこことここを線で結ぶと、そして、ここの丸いところからですね、上昇が始まるといういつものラインです。ということで、週足は上げトレンドになっていることを確認しますね。こういうふうに上げトレンドですよね。で、テクニカルっていうのは今までできた形でこれからの形を予測するというのが大筋の概念になっています。まあですんでね、今までの形をもう何回も確認すると、分かんなくなればなるほど今までの形を確認するというふうに私はしています。これが4時間、デイリーなんですけども、デイリーの場合は週足と違ってトレンドがもっと明確になりますよね。こういうふうに右肩上がりになっています。もうちょっと細かく見ると、ここでもちょっとね、線が見えて取れるかなってところですよね。この補助線が引けるかどうかっていうことが一つ、力がついてるかどうかってこと。そしてこの補助線にもいろんな解釈がありますので、別の補助線もあり得るかもしれません。例えばね、ここがフラッグになってるよっていう考え方もあると思うんですよ。フラッグってご存知ですよね。フラッグが分かんない方はちょっと相場解説を暗記の方からやり直した方がいいかと思います。こういうふうにね、フラッグになっていって、入った角度からこっちに入っていったんですけども、入った方に抜けるというのがね、上昇の時はよく起きます。で、次ですね、4時間足行ってみましょうか。4時間になってくるともっともっと動きが明確になってきます。ぐーっとね、こう上昇していくところからなんですけども、今横ばいになっているように見えませんかね。高値圏で横ばいですよね。で、ヘッド&ショルダーに見えなくもないんですけども、まあそこまで意識しない形かなと思います。ただヘッド&ショルダーもあり得るんですよね。ただここがもうちょっと上がってるんで、まあないかなとは思います。ただ他の要素も絡み合ってですね、下落に向かうときはこの辺りまで向かうかなっていうふうに考えておきます。だからもうすごいピップスがね、取れるでしょ。ここと同じだけ取れますからね。落ちるときはこういうふうな形で落ちていくと思います。ね、これでヘッド&ショルダーがここにありますよってことですよね。ただヘッド&ショルダーはもうちょっと過ぎたんじゃないかなって気がしますけどね。で、最後1時間なんですけども、1時間は先ほどお話したヘッド&ショルダーにものすごくね、近い形が出ています。ここが肩、ここがまあ頭2つに分かれてますけども、頭とで肩のもう1個、細かく見るとここにもこういうふうな形が、まあ、見て取れなくもないかなってことですよ。ヘッド&ショルダーに見えないって方もいらっしゃいますよ。で、ここに N を見れるかどうかっていうのもありますよね。 M みたい、 M ですね。 M ってなんだろう、初めて出てきましたね、M。これちょっと記憶に留めておきましょうか。この M っていう形が全体にどういう影響を及ぼすかってことを今回ね、記録していきます。ではですね、振り返って今週を占うに、ちょっとまだ見えないところがあります。現在、横ばいに入ったところなんではないかなっていうふうには思いますけどね、横ばい。移動平均線見てもそうですけどもね。まあ、ただ、ちょっとわかんないですよ、これは。まだ。先週も私分かりません、ダメだこれって感じで週を閉じたんですけども、今週もですね、ちょっと頭が痛いですね。そういう時はまあ無理やりこうだって思わずに、もうちょっと様子を見るって形にするのが私のスタイルです。皆さんもね、何かこうお考えがありましたら送っていただければ幸いでございます。では今週も頑張っていきましょう。